はい、どうも、リンゴです。今回は最近届いたファンレターの返信を公開します。ここ最近、サインとかファンレターの返信が届いてから、動画をアップするまでの時間が空いちゃってしまってます。皆さんが見るタイミングとは、だいぶラグがあると思いますが、紹介していこうと思います。今回はこちら、コリン・ファースからの返信です。コリン・ファースは英国の俳優で、ブリジット・ジョーンズの日記や、英国王のスピーチ、キングスマンへの出演で知られています。特に英国王のスピーチでは、ゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞、さらにアカデミー主演男優賞も受賞されていますよね。キングスマンでのハリー役も強烈で、こちらをきっかけにファンになりました。ファンサービス満点で知られるコリン・ファースですが、今年送ったファンレターの返信がすぐ来たので詳しく話していきます。こちらコリン・ファースからの返信ですね。今年の1月24日に英国宛てで送ったところ、3月7日に返信が届いておりました。同封していた2枚のキングスマンの写真、どちらにもサインが入って帰ってきました。コリン・ファースの返信は代筆の噂もあります。僕なりに調査をしての見立てなんですけど、本人によるサインなんじゃないのかなと思っています。コリン・ファースはファンに対して非常にいいサイナーだと知られております。正解は我々には分かりませんが、本人によるサインだと信じております。最近キングスマンを見返したばかりの返信だったので、めっちゃ嬉しいです。今回イギリスにお手紙を送りましたが、この動画を作っている現在、日本からイギリス宛への郵便物、船便以外完全にストップしました。理由は今回のウクライナでの戦争で、日本とイギリス間の飛行機がロシア上空を飛べず、減便による影響だと言われています。もし今イギリス宛でファンレターを書こうと思っている人は注意してください。はい、ということで今回はコリン・ファースからの返信を紹介しました。もう一通届いている返信がありまして、007で有名なあの俳優でございます。よかったら次回も見てください。じゃ、またね。